全日本バレーボール高等学校選手権大会東京都代表決定戦の表彰式を行います。女子第一代表下北沢聖徳高等学校賞状優勝下北沢聖徳高等学校との一チームは春の高校バレーありがとうございます。第2代表八王子実践高等学校賞状準優勝八王子実践高等学校との以下おめでとうございます。開催地代表共栄学園高等学校賞状第3位共栄学園高等学校との一般のお友達をしております。ありがとうございます。第4位となりました文教学院大学女子高等学校へ担当賞が贈られます。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。お願いします。はい、インターハイ予選で負けてからすごい練習したんですね。で、それが報われたと思うので、なんか本当に3年生中心にいいチームだなと監督ながら思いました。はい、はい、キャプテンいかがですか。その負けてから辛い練習とかもあったので、今こういう3位決定戦だったんですけど、決まってホッとしてます。初戦は下北沢聖徳戦だったと思うんですけれども、どのようなことを意識されて試合に臨まれましたか。バッチバチに対策したつもりだったんですけども、その対策したところはいいところは本当によく出てたんですけど、やっぱり日本一だなっていうような感じで出直してきます。はい、はい、選手の間では思いっきりもう全力でやろうっていうことで、チャレンジャー精神を忘れずに攻める気持ちでずっと戦ってました。はい、準備していたとは思うんですけれども、いっぱいして3位決定戦に回って文教学院との試合だったと思うんですけれども、こちらもどのような形で試合に臨まれましたか。オーディスに行って、生徒に話して、そのインターハイ予選でやっぱり4番っていうで、文教さんはインターハイにも出てて、やっぱり先ほど橋本からもありましたけども、我々は弱いんだからチャレンジャー精神なんだっていう、あとはもう思い切って楽しめばいいんだよっていうことは伝えましたね。はい、やっぱり負けたら引退っていうその文字があったので、3年生から思い切り声を出して下級生に全力で思いっきり楽しんでいこうっていう気持ちで声をかけて当たって砕けろに挑みました。それでは最後に春の高校バレーの本戦に向けての意気込みをお聞かせください。はい、立ち上げた時からどんな台でも日本一を目指すっていうのは変わらないので、春高に向けてあと約2ヶ月ぐらいですかね、しっかりいろいろなパフォーマンスを上げて、春高に臨みたいと思います。はい、はい、この結果に満足せず、日本一を常に狙ってチーム全体が一丸となって、その本戦ではコートの中で全力で暴れていきたいと思います。はい、プレッシャーのある中2試合お疲れ様でした。インタビューありがとうございました。ありがとうございました。代表決定戦準優勝並びに春高出場おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを2人から伺いたいと思います。監督の抜き先生からお願いします。とにかく3年生が頑張って勝ち取った全国への切符っていうのは
本当にあの嬉しいですし、この子たちがとにかく初めて取った全国の切符だと思うので、あのこれがあの本当に誇らしい気持ちでいっぱいです、はい、キャプテンはいろんなことを全員で乗り越えることができたのですごく嬉しいです。初戦はあの文京学院さんとの試合だったので、どのようなことを意識されて試合に臨まれましたか？真ん中のセンターの平山とシンディをうまく使いながら、そうですね、まあ、自分たちのいいところをとにかく出そうということで、レシーブの体型だとか、攻め方だとかっていうのは考えてやったつもりです、まあ、それをよくキャプテン中心になってやってくれたなというふうに思います。ブロックの当て出し等をやって、まあ、みんなが崩してくれたのをそこから私がフェイントしてまた崩すっていう展開をできたので良かったと思います。決勝戦は2冠を達成している下北沢成徳さんだったんですけれども、こちらの試合に関してはどのような対策というか意識をされて臨まれましたか？サーブで攻めてブロックでなんとか、ね、かけてっていうようなことができればなと思ったんですけど、まあ、成徳さんのハイセットの力強さだとかそういったものはもう本当にやっぱり全国を取るチームっていうのはすごいなというふうに思いましたし、まあ、私たちが今後目標にするものがどういったものなのかというそのヒントにもなったかなというふうに思っています。やっぱり日本一の壁はでかかったんですけど、まだまだこれから自分たちは這い上がっていきます。頑張ります。最後にパルコバレーの本戦に向けての意気込みをお願いいたします。ただただ頑張るだけです。なんだっけ、強くたくましく、たくましく泥臭く、そして爽やかに笑顔で頑張りたいと思います。泥臭く自分たちらしく頑張っていきたいと思います。2試合終わった直後にインタビューありがとうございました。本戦でも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。この度は東京都代表決定戦優勝、並びに春高出場おめでとうございます。ありがとうございます。2試合の激闘を終えられて今のお気持ちはいかがでしょうか？ほっとしてます。ほっとしてます。はい、はい、嬉しいです。嬉しいです。はい、第1試合は共栄学園さんとの初戦だったと思うんですけれども、はい、どのような配慮を意識されたのかなと思いまして、徳さんから。そうですね、1点目を取るってことが大事かなって思っていますので、とにかく1点目を取ろうということで臨みました。はい、競泳と1回戦目で当たるのは初めてで、競泳もすごい勢いのあるチームなので、それまずは自分たちが相手よりもゲーム前の練習から気迫で絶対に上回ってやろうという気持ちでやりました。はい、続く第2試合ですけれども、高さのもあるジュリステンさんと相手だったと思うんですが、こちらはどのように意識されて試合に臨まれましたか？やっぱり全国大会につながるようにしたいねっていうことは、はい、確認のもとにゲームを進めたと思います。はい、伊藤先生もおっしゃってた通り、春高に向けて次の大会に向けて自分たちのファーストプレーの気迫だったりとかがやっぱり1試合目の中でも崩れてしまった部分もあったので、1試合目勝ったことに満足しないで試合目の八王子も戦でもしっかりファーストプレーの気迫を意識しようというのは思ってありました。はい、インターハイ優勝、国体優勝も今2冠を達成しておりますけれども、春の高校バレーの本戦に向けての意気込みをお二人からお伺いできればと思います。目標は目標であるんですけれども、まあ、基本その目的重視で今までも来てますので、まあ、その目的を達成できるようにまあ、日々精進して大会に臨んで大会でも成長できればいいと思っておりますので頑張りたいと思います。はい、はい、もう一回一日一日の練習に対する気持ちだったりとか一日一日を大切にして、もう一回自分たちでいいバレーを作るっていうのを意識して、まあ、3年生にとっては本当に最後の全国大会になるので、その思いもそうだし、次から3年生全員でまた最高の形でここからまた鍛えて成長した姿で春高を迎えれるように頑張ります。今日は濃い2試合を終えた直後にありがとうございました。ありがとうございます。本戦でも頑張ってください。はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。
校。駒澤大学高等学校監督戸田先生、キャプテン村田選手に来てもらいました。春高バレー出場おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを教えてください。いやもう生徒に素晴らしいパフォーマンスを見せていただいて、再度オレンジコートに立たせてもらえるということが感謝の気持ちでいっぱいです。戸田先生にやっぱ1年間指導していただいて、本当に迷惑かけたこともたくさんあるんですけど、先生をこうやって春高バレーに連れていくって言ったら言い方が悪いかもしれないですけど、連れていくことができて本当に嬉しいです。今年はインターハイ予選こう惜しくも出場を逃して、こう悔しい思いをしてこの選手権の予選を迎えました。どういったことを取り組んでおられましたか？いやもうこの選手権にはこの学年この代はかけていたので、私はもうこの春の高校バレーのトーナメント表をトーナメント戦になるこのところは分かっていたので、日本学園に勝負が負けた時点で東亜学園とは駿台学園とやるということも計算をした上でゲームには生徒には言ってないんですけれども挑んだつもりです。はい。やっぱりインターハイ予選のレシーブ力の弱さで負けてしまったと思っていたので、春高予選までにレシーブ力を鍛えて、それが今回いい形で結果につながったかなと思います。インターハイ予選の時よりもだいぶバレーのスタイルが変わったかなと感じました。その点はいかがでしょうか？いやもう関東予選から東京の方には残らせてはいただいたんですけれども、やっぱりこのままだと全国には通用しないなということは十分分かってはいたので、いろんな他県のチームの、練習試合等を重ねて、勉強させてもらったり自分たちでもこう考えて、生徒とのコミュニケーションでこういう形の展開がうまく作れるようにはなりました。インターハイ予選がやっぱり最後がちょっと中心になってしまった結果が結果につながってしまったかなと思っていて、今回春高予選ではやっぱりミドル陣が中心でクイックをどんどん決めてくれて、そこからいい形で展開を動いたかなと思います。春高バレー本戦出場19年ぶりになります。いかがですか？いやもう本当に自分も出場させてもらった春の高校バレーなので、いろいろな大会 の選手権というその素晴らしい大会に子どもたちと卒業前に挑めるというオレンジコートに立てるということは先ほどもお話しさせていただいたんですけども、本当に感謝しておりますし、1秒でも1試合でも多く長く生徒と一緒に戦いたいな、コートに立てたいなという思いで練習には挑みたいなと思っております。本当に楽しみに本戦に向けてやっぱり本当に2年生、もちろん先生含め2年生たちでやっぱり1秒でもバレーはしたいなと思っているので、1ヶ月半もう一度チームを固め直して1勝でも多く勝てるように努力していきたいと思います。以上、駒澤大学高等学校監督戸田先生、キャプテン村田選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。東亜学園高校監督佐藤先生、キャプテン諏訪君に来てもらいました。春高出場おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを教えてください。いやもう今回はよく頑張ったなと思います。本当に嬉しく思います。自分率直に嬉しいという気持ちがあって、あとは
ほっとして安心という気持ちもあります。今日の準決勝は苦しい展開だったと思うんですけども、2セット目の終わり方、3セット目に響いたかなと思いますが、いかがですか？そうですね、今までのこの子たちだったら多分3セット目リードされてそのままズルズルいったかと思うんですけど、今回はやっぱり春高にかける気持ちと、やっぱり練習量もしくは今までの失敗体験を、成功につなげるんだっていうところで噛み合って、少し強くなったなと、成長したなと思って、感慨深い思いで見てました。自分も同じように3セット目ズルズルいっちゃうっていうケースが今まであったんですけど、自分たちはこの状況を楽しむっていうのを、攻めるっていうのをモットーに練習今日を迎えてたので、3セット目でも自分たちの、攻めるって気持ちを忘れずにガンガン行こうって気持ちでスタートから勝負していきました。昨年、春高出場を逃し、また今年の、インターハイも出場を逃し、悔しい思いをしたと思います。どういったこう取り組みをされてきましたか？そうですね、やっぱり先代の先生から引き継いだ連続記録を切ってしまったという、十字架は個人的には私にはありました。ただ子どもたちにはそういうプレッシャーをかけずにですね、とにかく自分の目標を達成するために、ひたむきに練習をしてきたっていうのが状況です。ただ最後の最後に、やはり先代の小磯先生の、一緒にやってきた活動を子どもたちにお話をちょっとさせてもらって、それから集中度がだいぶかなり上がったかなと思うので、子どもたちなりにもこの伝統を引き継ぐっていう、思いが練習に、随所見れたので、それが勝因になるかなと思います。自分たちは逃してしまって、申し訳ないという気持ちだったり、そういう気持ちが大きくあったんですけど、自分たちの課題を見つめ直して、劣勢な状況で自分たちの力を発揮できないことが多かったんですけど、最近の練習で劣勢な状況を設定した上での練習っていうのを取り組んでいて、その中で自分たちは苦しい展開が多かったんですけど、取り切るっていうのを練習の中から意識してたので、それが今日発揮できたので良かったと思います。最後に2年ぶりの春高バレー出場になります。最後に意気込みをお願いします。はい、楽しませてあげたいですね。はい、で先ほどもちょっと新聞記者の方にも言ったんですけど、東亜学園である以上はやっぱり星を増やすことを、目指さないとそれこそ叩かれてしまいますので、おこがましいですけども命狙っていきたいと思います。ただあまり肩肘張らずに、一試合一試合一本一本を噛み締めながら、オレンジコートを楽しみたいと思います。自分も初めてのオレンジコートで憧れの舞台だったので全力で楽しんで、有観客っていうのもあるので応援の仲間たちの気持ちも思いも込めて全力で楽しんで一個一個勝ち進んでいきたいと思っています。以上、東亜学園でした。ありがとうございました。ありがとうございました。駿台学園高校、梅川監督、亀岡キャプテンに来ていただきました。まずは春高出場おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを教えてください。そうですね、出場権をまず取るってことが非常に重要な日だったので、そのしっかり結果を残したということは良かったと思います。まず春高を決められたのは良かったんですけど、この大会は通過点というのを全員意識しやってたので、良かったかなと思います。今年インターハイ優勝して国体では悔しい思いをしました。どういう取り組みをされてきたか教えてください。そうですね、生徒にやるのは生徒なので、生徒がどんだけその熱量を持って練習できるかっていうところがやっぱりインターハイ終わってから、インターハイ前とインターハイ後だとやっぱりインターハイ後の方が熱量が低かったのかなっていうのが反省材料だったので、子どもたちのやる気を促すことですけど、やるのは本人たちだよということを話しして、自分たちの中で厳しさを持ってもう一度日本一目指して頑張ろうというふうに練習はしてきました。チームとしてインターハイ終わってからいい雰囲気で練習ができてなくて、で国体今ああいう結果で終わってしまったので、やっぱりまずは3年生が中心となって練習にいいと思ってやっているのを意識しました。先日行われた天皇杯の関東ブロックで、本戦出場決めました。取り組んできたことがこう実っているのかなと思いますが、いかがでしょうか？そうですね、やっぱり、今年のチームは7月にやらせてもらったエキシビジョンもそうなんですけど、
大学生とやってる方がやっぱ失うものがなくて伸び伸びと自分たちのバレーができるっていう状況下だったので、まあ、大学生からしてみれば本当にやりづらい大会で、そんな中でまあ本当に相手してもらって自分たちが本当にベストな試合ってものを出せたので、まあ、それを高校生相手でも受けにならずに挑戦するっていう気持ちを持つっていうのが、そういうことができるようになるっていうために、一つは本当に大会でこれができれば春高でも勝負できるんじゃないかなっていう、本当貴重な大会にはなりました。たくさんの大学生と今年はいらしてもらっていて、やっぱり大学生とやってる時の方が自分たちの出せる力がいつもよりいいので、やっぱりそれを高校生相手でも常にできるようにっていうのを意識しています。はい、では最後に、春高バレー2連覇に向けて意気込みをお願いします。ありがとう、聞いてくれたんだ。そうですね、まあ、連覇っていう形にはなりますけど、僕らは国体でも負けてますので、まあ、チャレンジャーっていう意識を持って、受けにならずにとにかく攻めるっていうところで悔いのない大会にしたいなと思います。まあ、今年は引退で負けたので、さらにもうちょっとチームとしてレベルを上げて一戦一戦戦って優勝してたんです。現高校梅川監督、亀岡選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。